一般社団法人日本レコード協会は日本国内のレコード会社により構成されている一般社団法人。主に記録媒体の識別番号であるイスラックを発行する団体である。略称はリアッジでヒレ卿レコ卿と呼ばれる場合もある。協会内にレコード制作基準倫理委員会と呼ばれる倫理組織を持つ。レコード制作者の立場を代表して 二次使用料、請求権及び貸しレコードの報酬請求権を行使し、使用料等の徴収、分配を行っている。ダウンロードや放課に伴い、日本レコード協会に所属しているレコード会社、映像制作会社との正式な契約に基づいて配信を行っているサイトに L マークを発行している。また、業界団体として、 日本ゴールドディスク大賞を実施しているほか、レコードに関する様々な調査研究の一環として、レコードの生産実績調査、ゴールド、ミリオン等の認定を行っている。2021年7月1日現在、聖会員18社。日本レコード協会は、1989年に音楽作品のゴールド等の認定制度を開始した。それ以来、累計で、 一定の出荷枚数を超えた CD アルバムやシングルに対してそれぞれの基準に応じたゴールド、プラチナ、ミリオン等の称号が与えられている。対象とされるのは原則として同協会に加盟するレコード会社から1989年1月21日以降に発売された商品に限られているが、それ以前に初版が発表されたものに関しても、 制度導入以降の出荷分に基づいてゴールド等が授与されている。認定された商品は2ヶ月後に協会が月間で発行する機関誌ザ・レコード上に掲載される。近年ではそれに加えて前の月の認定分を公式サイト上で毎月10日に告知しており2003年下も半期以降のほとんどの認定作品一覧が確認できる。また2014年現在 同協会は公式サイト上において1994年以降の機関紙のアーカイブを PDF 化して公開しており、そこから1993年11月から2002年12月までの認定文を確認することができる。2003年の下半期からは音楽ビデオ部門が追加され、2006年8月には有料音楽配信部門が創設された。音楽配信は、 それぞれのフォーマットごとに分かれていたが、2014年1月度からは、着歌フルと PC 配信が統合され、シングルトラックとして認定されるようになった。2020年4月度からは、定額制音楽配信を対象にした、ストリーミング認定を追加した。なお、日本レコード協会の示す、賞味売上枚数とは、オリコンやサウンドスキャンなどの調査会社によって集計される、 推定売上枚数とは全く別物である。代表的な指標であるオリコンチャートと協会認定との際は下記の通り。また、協会発表の方がショーとなるケースもある。方学と洋学でそれぞれ基準が異なり分かりにくいという理由から2003年7月に認定基準の簡略化が施行された。2020年時点の認定基準は次の通りである。 2003年6月度認定分までの基準は以下の通りであった。同年の下半期にすべてのフォーマットで基準が統一化されるまでは、プラチナディスクに関しては、規定枚数の倍数ごとにそれぞれダブル、トリプル、クワドラプル、クインティプルプラチナなどの認定が授与されることもあった。なお、米英をはじめとする諸外国における類似の制度とは異なり、 それ以上のマルチプラチナは存在せず、200万枚以上の出荷を記録した作品については、現在と同じように100万枚ごとに2ミリオン、3ミリオンなどが与えられていた。日本レコード協会でミリオンに認定された作品は、下記の通り、シングルアルバム着歌多数あり、着歌フル PC 配信との統合により2013年12月で終了。 PC 配信着歌フルトの統合により2013年12月で終了。シングルトラック音楽ビデオ2020年4月度より音楽ストリーミング市場拡大に鑑み、ストリーミング認定の公表を開始している。かつては常日の賞味売上枚数を基準にシングルアルバムのオフィシャルヒットチャートを公表していた。ただしオリコン等のランキングと比較すると発表が月に一度の ため速報性にかけるほか、枚数表示の公表は、ジャンル別の1位の作品に限られていた。2000年1月度を最後に日本レコード協会におけるパッケージメディアのヒットチャートの公表は終了した。その後は2006年8月度から2009年2月度に着歌を対象とした有料音楽配信チャートが、 2009年4月1日から4月7日、集計文から2012年7月18日から7月24日、集計文に着歌フルを対象とした有料音楽配信チャートが発表されていた。ありがとうございます。